はい、こんにちは、スレトルトと申します。とあるゲーム実況者の一日、実況プレイ始めていきたいと思います。どうやらね、ゲーム実況者を、ピックアップしたアドベンチャーゲームのですね、これ結構珍しいですね。このテレビ、このテーブルの上から見るに結構なんかゲーム実況ちゃんとやってそうだよね。デュアルモニターにウェブカメラにでね、なんかものすごくいい感じのマイクも使っておりますが、やっていきたいと思います。はい、初めから俺の、レトルト実況者の今日の一日はひたすら鼻を噛んでおりました。花粉の時期は実況がとてもしづらいですね。俺の誕生日は12月24日ということになっております。実際は24日の近くですね。はい、とやっていきましょう。まあ誕生日言ってもいいんだけどね、なんか12月24日ってことになってるけど。皆さんこんにちは、ゲーム実況者のキム実況です。いや、ゲーム実況者のキムですでしょ。キム実況ですっておかしいじゃん。キム実況っていう実況者名なの？本日もどうもいらっしゃいませ。俺の名前はキム実況、ゲーム実況者である。本当にキム実況っていう名前なのかな。キムじゃダメだったのかね。いらっしゃいませって言ってるから、どちらかじゃ生主、ゲーム実況生放送をする人なのかな。ゲームは上手くないけれど、ネット放送そのものが楽しすぎてこの仕事を始めた。ちょっとゲーム実況者はもう仕事と抜かしておるな。小さい頃から人に楽しんでもらう才能があったからね。あの伸ばし棒腹立つな。あったからね。視聴者の方々が爆笑する時こそ俺は生きがいを感じる。なんかちゃんと信念を持ってやってる感じがする。しかしそんなに良い状況ではない。実況を始めてもう2年が経ってるが、視聴者の数は平均して30人。もうやめた方がいいぞお前。お前2年間やって、お前仕事としてやって、お前平均30人で自分面白いって、楽しむことが得意だったからねーって言ってる。もうやめた方がいいですね。いくら好きでやってる実況だと言ってもこのままじゃ食っていけない。おー、ちゃんと事態のこのヤバさに気づいてはいるんだな。レトロゲームにこだわりすぎてんのかな。大衆的な AOS ゲームでも始めなきゃいけないのか悩んでいる。AOS ゲームってなんだろう。なんかオンライン的なやつかな。それで今日始めるゲームは、やっぱり今流行りの AOS ゲーム、レジェンドオブリーグをしよう。いや、俺がやりたいのはレトロゲームをしよう。まあ、どうだろうね。こだわりってやつですね。自分がレトロゲーム好きなんだったらレトロゲームでいいんじゃないの。流行りに従うより孤独なアーティストになろう。かっこよく言いすぎなんだよ、お前、いちいち。俺は何と言ってもレトロゲームをするんだ。そうやって俺の実況は永遠に少人数から抜け出すのができなくなった。ゲームオーバーだった。あ、なるほど、選択肢でゲームオーバーになったりしていくようなゲームなんだな。これはやっぱり流行りのゲーム、 AOS ゲーム、レジェンドオブリーグ、まあなんて言うんだろうな、アクティブが多いというか、やっぱ見たいゲーム、見たい人が多いゲームの方がやっぱ見られやすいっていうのは、それは間違いないからね。やっぱり人気者になるためには今流行りのゲームだ。レジェンドオブリーグは小学生から大人まで人気ある AOS ゲーム。きっとこのメジャーなゲームをプレイすれば視聴者の数が増えるはず。まあ、そういうわけでもないけどね。メジャーどころやればいいっていうわけでもないですよ。俺は戦士のキャラクターを選びゲームを始めた。そして初めてすぐ相手を窮地に追い詰めることに成功した。相手はヒットポイントが少ない、ほとんどない状況で窮地に追い詰まれた。いやでも始めたばっかのゲームですごくない？しかしこれ以上追い詰めると防衛タワーが俺を攻撃して逆に俺がやられるかもしれない。あのウィッチの横にいるタワーから攻撃を食らうかもしれないってことか。さてここからどうしよう。危なくても面白さのために攻撃的に、ちょっと退屈でも勝利のために安全に。なんかちまちまやっても視聴者数伸びなそうだから、やっぱ攻撃的に、あえて死んだとしてもそれは面白ければそれでいいじゃん、ゲーム実況なんだから。よし、ここからは大胆に入る。究極機 R。 おう、ちくしょう、よきちゃった。やっぱりダイビングを失敗したらタワーに殺されることだけしかない。うえ、やられたの。結局このプレイでのゲームは負けてしまった。しかしこういう攻撃的なプレイのおかげさまで、通常より視聴者の数が2倍に増えた。60人、これはだいぶ進化ですよ。
本日もご覧いただき誠にありがとうございます。博物館の閉館みたいな挨拶だろお前。やっぱり人を集めるには大衆的なゲームをやる必要がある。すごく良い気持ちだ。今日はメールでも確認してみるかな。おい、お前 Steam ばっか買ってんな。 Steam 購入いただきありがとうございます。あ、ファンから一つメールが来ていますね。まあ、いろいろゲームを探してたんだな、 Steam で。はい、こんにちは、キム実況様やっぱキム実況って名前なんだな。よく実況を見ています。キム実況様は本当に実況の天才みたいです。ところで生実況も好きですが、 iTube も知ってはいかがですか。そういうことで僕が今回キム実況様の映像編集してみましたって書いてある。 YouTube 的なことはやってないってことは、オープンレックとかで配信をしてて YouTube もどうみたいな話なのかな。ん、これはファンですというタイトルのメールだった。自称俺のファンのニックネーム村男様からのメールが届いた。単に俺を応援するというファンのメールはたまに来たために、今回もいい気になって読んでいたのに、この方は特別に俺が実況する映像を自ら編集してファイルを添付して送ってくれた。ありがてえなあ。なんかあれかな、名場面集みたいなのをわざわざ作ってくれたってことかな。それ出来が良かったら結構そのままアップロードしたら良くない？おお。映像は本日プレイしたゲームレジェンドオブリーグのハイライトだけ集めた映像だった。はいはい。普通のセンスではなかった。視聴者たちがよく笑うシーンだけをよく集めただけでなく、またバリエティ番組を見ているような字幕まで、バラエティね、状況に応じて一つ一つ挿入していた。めっちゃ編集上手い人が面白いとこだけ編集してくれて、しかもテレビ的な編集してくれて、クオリティも高いと。これは今すぐ iTube に上げなきゃ。感動した。2年間の実況も無駄ではなかった。まあ、こういうのは嬉しいかもね。少し涙が出るくらいだった。俺はすぐにファンの映像を iTube にアップロードして、村男様に感謝の気持ちを込めた返事を書いた。そして次の日、俺は起きてすぐ iTube を確認した。え？俺の iTube の映像はクリック数が10万を超えて、1000個以上のコメントがついていた。起きて？え？ 24 時間経ってないのに？100万あるよこれ。10万じゃないよお前、見間違えてんぞ。あんなつまんなさそうな口の開き方してんのに、うおーってうおーってか、そんなに面白い編集してないし、これは夢に間違いない。俺みたいな名のない実況者が iTube でこんなにたくさんのクリック数が出るなんてありえない。さすがに1日で100万はありえないよ。やっぱ積み重ねって大事だからね、どうしても。いや、見間違えた。改めて数字を見ると10万じゃなくて100、1000万、100万を超えた。これを、あ、1年経った。大人気になるんじゃないの、村男様のおかげで。やっとできた。1年前に1日中俺を圧迫していた不安とももうお別れだ。100万が超えるクリック数の映像のおかげさまで俺は一気に有名人になり、その日から1年後である今日、実況の視聴者は1万人を超えている。そして一般的な会社員の年俸に達するお金が、え？俺の通帳に毎月入ってくる。じゃあ平均して300万ぐらいが毎月入ってくる。年収が4000万ぐらいあるわけだこいつ。たった1年でそんな領域までこいつはたどり着いたのか。これが全て村男様のおかげさまだ。様様多いな。1年前あの日から村男様は俺の実況の映像編集を担当することになり、俺の収入の中でかなり多い割合をあの方に差し上げ、ああ一緒に実況を育っている。ちゃんと独り占めするんじゃなくて、村男様ともなんか業務委託みたいな、業務提携みたいなして、ちゃんとお金を渡してんだね。うん、なら偉いかもしれない。まあ編集は自分でした方がいいと思うけどね、感覚とかあるから。でもそれよりもうまい編集をしてくれるってことか。食事でも誘うといつも丁寧に断る不思議な方である。結局今まで一度も顔を見たことがない。何か病気でもあるのかな。これ村男今後出てきそうじゃない、関わってきそう。しかし俺は彼に熱い信頼を寄せているために、お話で深入りはしていなかった。ちゃんと距離感を守ってんだね。本日の実況はここまで、誠にありがとうございます。閉館。すごいなぁ。はぁ、今日も無事に実況が終わったけど、
実況が終わるとやってくるこの虚しさは何だろう。どうした？彼女がいないからかな。いや、もちろんそれも原因であろう。それより深刻なのは、俺が誰とも真剣な話をしていないということだ。どうした？俺の大事な視聴者たちとおしゃべりをすることはもちろんすごく楽しい。うん。しかし、俺の本当の話はやっぱり話せない。本当の話。1万人が超える視聴者に本音を話すことも恥ずかしいけれど、俺が本当に話したいことを言ってしまったら、視聴者たちの間で俺の話がアーダーコーダ、アーダーのコーダのチャットで言い合うことに間違いないから。どういうことだろうこれ。なんかゲーム実況者やってて、その悩みとかそういった熱い話をこいつはする他の実況者であったり友達とかがいないってことなのかな。まあでも視聴者に俺あんまそういう話をすべきじゃないような気がするんだよね。なんか視聴者さんとかってやっぱ実況を見るのってやっぱなんか娯楽として見てくれてるわけだから、なんか疲れてる時とかね、暇な時とかに見てくれてるから、なんかそういう悩みとか、まあツイッターとかでまあ多少はあるとは思うんだけど、俺頑張ってますとか、なんか俺悩んでますとか、なんかこういうの大変だったんですとか、あんまそういうのってあんま共有しなくていいんじゃないかなっていうのが俺あるんだけど、こういった話をしない方がいいってことだな、まさに。そしてたくさんの視聴者たちがゲームをしてお金を稼ぐ俺を見て羨ましいという、急に下水話始めたなこいつ。しかし俺はそういう話を聞くたびに妙な気持ちにもなる。俺にも人には知らない悩みがたくさんあるからだ。毎日のようにただゲームをやって笑って喋ってこれでいいのか。余る時間を自己開発しなくていいのか。うるさいな、耳が痛い話をしてくるなこいつは。こういうことが俺の悩みだと言ってしまう瞬間 KY になるだろう。ああやっぱこういうのは思っても視聴者さんには話さない方がいいよ。やっぱり無駄な考えはさておいて俺はゆっくり眠りついた。視聴者さんはなんかゲーム実況を見てくれてね、面白いって思ってくれさえすりゃもういいからね。布団の外は危ないとか言うけれど言わないよ。今日は2ヶ月ぶりに街の公園で散歩をすると決めた。2ヶ月ぶりにお前2ヶ月外出てなかったの？街の公園を歩いていると誰か俺に気づいてくれないかなって想像したりも、ああ顔出ししてるからか。生放送の視聴者の数は平均して1万人、そして累積の視聴者の数は1000万人を超える。それだけの人数なんだから、ここで俺様を分かる人もいるんじゃない？ちょっと調子乗ってんなこいつ。まあ、でも案外バレないもんだよ。俺なんかマスクしてるとバレることがありますね。で、マスクしてないとほぼバレないですね。なんて調子の乗ってみたけど、今日もそういうことはなかった。これ以上調子に乗る前に、早く家に帰ってどんなゲームを実況するか検索してみよう。Steam のね、購入しなきゃいけないからね。もしかして、君実況者さんじゃありませんか？お、来た！これはこいつやらかすんじゃ？なんかこの、ね、チクールビューティーみたいな、泣きぼくろがセクシーな。想像していたことが本当に起こったのか、今日になってやっと。一瞬俺の軽薄な感情がバレるところだったが、実況によってポーカーフェイスが特技になった俺は冷静に対応した。実況ってポーカーフェイス特技になるの？あーはい、そうですね。もしかして僕の視聴者様の方ですか？はい、よく番組を見ていますよ。とても楽しく見ています。レトロ好き。なんだこのレトロ好きって。常連さんなのか違うのかは単語の使い方で見分けることができる。今では視聴者向けにほとんど有名でメジャーなゲームだけプレイしているけど、俺の番組の始まりは実はレトロゲームってことを知ってるんだな。こんなに恥ずかしい話を大きく口に出してるのを見ると、俺の実況ただただ分かるレベルではないと思う。古参リスナーってやつだ。写真の写りが良くなかったんですね。実物とは全然違う。やっぱりそうでしょ。僕がいつも実況で言ってるじゃないですか。ああ、カメラ写り悪いだけで本当の俺はかっけえみたいなやつだ。実際に見た方がもっとかっこいいってでしょ？合ってる？キム実況様、私は漢字が違うと言ったんですが、もっとかっこいいなと言ってませんよ。もうちょっとなんか、ちゃらけてんだこいつ。こいつらちゃらけとる。うふ、冗談ですよ。もちろん実物の方がかっこいいですね。俺と同じですね。ああ、そうですか。実況してはいかがですか？喋るの上手ですね。考えてみますね。ありがとう。
ちょっとなんかいい感じじゃない？こんなん良くないよ。こいつやらかそうとしてんじゃないのか、お前。こうやって偶然に出会った私たちは、まるで親友と再会でもしたように、1時間も公園でおしゃべりをした。1時間も。彼女は名門の女子大で英文学を専攻し、頭も良くて、見た目もいい。現在は就活をしながら、俺の番組よく聞いてると言った。会話の間に少しオタクの雰囲気が漂っていたけれど、むしろ俺はそういう部分にもっと魅力を感じた。やっぱり似た者同士が惹かれるのかな。こんなに深い話ができることに幸せを感じる。しかし初めての出会いなのにあんまり負担を与えるのも良くないな。今度ゆっくり話そう。時間が少し足りないぐらいで席を立った方が次の出会いを楽しみにする。そんな簡単に会えないでしょ、街で。あ、時間がもうこんなに経ってしまったのですね。お客様、とても楽しかったです急にウェイターみたいなやつ出てきたな。残念ですが、そろそろ録画の準備に行かないと間に合わないかも。今日は連絡先を交換するぐらいでちょうど良い雰囲気だった。こいつやったな。もしよかったら連絡先を教えていただけますか。今度お食事でもいかがでしょうか。これはちょっとなんかあれだね、悪い気持ちがあるかもしれんな、こいつ。てか悪い気持ちとかそういうのが特にないこの世界観なのかもしんないな。日本じゃないもんね、この世界観。しかし彼女は少し困った顔をして俺を見つめてきた。俺が何か悪いことでもしたのかな。まあ彼氏がいるかもしれないな。これは俺のせいじゃなくて運が悪かったことにしよう。彼女が返事をしなくて俺は少し恥ずかしくなった。これぐらいでもう別れよう。あー、失礼しました。迷惑なら大丈夫です。では今日も夕方に実況がありますので、もし時間があれば見てくださいね。すかさず PR 活動。ふっと苦笑いが出るところだったが、それを隠してクールぶった表情を作ることに成功した。これがまさによく訓練されたプロの実況者ではないか。プロの実況者ってなんだよ。そうやって俺は後ろに向かい席を立った。キム実況様。そうじゃなくて、やっぱキム実況ってのが名前なんだな。はい？彼女は戸惑いながら何かを決心したように俺に喋りかけた。もしよかったら今私の家に来ませんか？その瞬間俺はびっくりしすぎて何の返事もできなかった。これは急展開ですよ。これはちゃんと断らなきゃいけないよ、実況者として。あ、いやー、それじゃなくて、実は私が昨日新しくできた VR 機器を買いましてね。PSVR とかかな。でも実際やってみると酔いがあって無理でしたね。それでもしよかったらキム様に持っていかれて、どうか実況でプレイしていただきたいんです。あ、 VR くれるんだ。なんだ、そういうことか。彼女が言ったゲーム用の VR 機器は超レアアイテムで、在庫が足りなくて買うのも難しいものだった。やっぱ PSVR のことだな。当時手に入んなかったもんね。実は VR コンテンツのために倍の値段でも買いたいと思ったものだったが、すごい幸運が巡ってきた。それにしても、お家に男の俺を呼ぶなんて、連絡先の交換だけをしてがっかりした俺が情けない。うふふってやめろお前。これはまるでお茶を飲んで帰りませんか的なニュアンスなんじゃないかなと 0.5 秒ぐらい妄想に走ったが、すぐやめて俺は話を続けていった。俺も VR 機器を買う予定でしたが、実況で超面白いコンテンツに俺が活かしてみますね。ありがとうございます。こいつ自信家だな。うふふ、こちらこそですよ。私が唯一好きな実況者の方が私が好きなゲームをプレイしてくれるなんて、これだけ視聴者が嬉しいことはないでしょ。他の実況者見てないんだ。唯一好きな実況者だなんて、うふふふ、やっぱり俺の実況が最高だよな。こいつ他の実況はつまんないんだから。最低だなこいつ。そうやって我々は公園の近くにある彼女の家に向かった。これなんかわー、ひどい目にあってほしいなこいつ。明らかにちょっと天狗なってる。俺は VR 機器のために行ってるわけで、決して別に他の気持ちは持っていない。嘘つけ。誰もがわかる嘘つくな。じゃあなんでね、なんで来たんだよ。すぐ帰れよお前。 VR もらったらすぐ帰れよお前。どうぞごゆっくりお座りください。キッチンにボックスがあったはずなんですが、なんか何もないねこの家。少しお待ちくださいね。玄関で物だけもらってくると思ってたら、いつの間にかに家の中に入っていた。あ、なんか脱出ゲームみたいな。テレビ、52インチのテレビ。
金持ち感あるな。お、かわいいフィギュアが入ってる。やっぱちょっとオタク的な趣味が。昔のゲーム雑誌。なんもない。俺は花瓶の中に何か光ってるものを発見した。お、鍵。どこの鍵なんだ、知りたくなった。てか勝手に彼女の家を荒らし回るんじゃないよお前。俺は彼女がいる方を振り返ってみたが、一生懸命物を探していた。人の物を触るのは俺らしくないけど、後で戻しておいたら問題ないだろう。うん。あ、探してる。彼女は VR 機器を探してる。飲み物は？これないんだ。あ、ここの鍵なんじゃないか。鍵でドアが開いた。え？うわ！これはストーカーの家だったのかこいつ。ここはどこだ？数えきれないほどの写真が壁に貼ってある。一体誰の写真なんだ？絶対お前や！お前や！俺こういうゲームあまたとやってきとる。あらー！ちょっと、これは俺の写真だろう！これは去年お酒を飲みながら実況していた時の写真で。猫耳つけてる写真あるな。これは一昨日の猫のコスプレをした時だ。さらに視聴者たちには非公開にしている俺の LINE の過去のプロフィール写真まで貼ってある。ああ、じゃあ昔から見てる人だから、もう全部チェックしてるってことか。こういう写真は一体どこから得られたか。これは完全にストーカーだろう。わざとしまってある部屋に展示しておくなんて悪趣味だな。正気じゃない。一瞬で鳥肌が立った。なんだか罠に引っかかったような感じがする。引っかかったんですよ。あの机のノートパソコンも気になる。見てみよう。わかった、編集担当の村男なのかこいつ。ノートパソコンは電源が入っていて、すぐ内容を見ることができた。慣れない操作方法でおかしいと思ったら、このノートパソコンは Windows じゃなく Mac だった。 Mac は一度も使ったことがない。それでも俺はなんとか頑張ってデスクトップの資料を開けることができた。この Excel のファイルはなんだ。キム実況さん、2017年、年齢別視聴者分析。うわ！これなんか YouTube にある機能ですね。なんか、男女比とか見れるんですよ。見てる人の年齢層とか、まあ大体なんですけど、男女比がどうなってるかみたいな。俺ちょうど半々ぐらいなんですけど、何これ？ Excel のファイルの中には、俺の実況の視聴者数、年齢、性別に応じたデータがグラフになって一目でわかるくらい整理されていた。どうしてこんな資料この女の子が持ってるんだろう。よく見ていたらこのエクセルファイルは俺もよくわからない英語でできたソフトウェアにリンクされていた。うん。ソフトウェアのタイトルがマーケティングなんとかかんとかって書いてあるのを見てたら、 SNS マーケティングと俺の実況の分析、広報をこの女がやっている。え？広報をやっている？しかもマーケティングに入る費用も少ないようだ。マーケティングに入る費用も少ないってことは、この人が、この視聴者が、金を払ってまでいろんな分析とか、下手したら PR というか宣伝活動とかもしてるってことかな。再生数を金で買ったりしてたりするってやつかな。たまに聞くよね。なんか、Twitter のフォロワー増やしますみたいな。デスクトップのテキストファイルには彼女の日記もあった。今日のキム実況様は、なんでこんなゲームをプレイしたのかな。これがすべて本能的な刺激を追うだけの大衆の要求に応じた結果。このままじゃキム実況様は愚かな方法に進むかもしれない。初心を取り戻してあげなくちゃ。なんか老害リスナーみたいになってんのかこれ。これが私だけしかできない。遅いかもしれないけど、今から準備しよう。準備するって何よ。どう見ても正気じゃない。今から準備しようってこと、やっぱこいつをここにおびき寄せようとしてたってことだ。キム実況様？ひぃー！もう少し日記を読もうとした瞬間、後ろから彼女の声が聞こえてきた。うわー、怖い！ここで何してるんですか？少しお待ちくださいって言ったはずなんですが。レトルトさーん。